よし、やっていきましょう。カオスデッド実況プレイということで、パート数はどんぐらいになってんのかな。はい、ちょっとわかんないんですが、なんでこんなところからスタートしてんだよって思ってる方いるとは思うんですけど、前回さ、旅館に行くまでの過程で、まぁ、ちょっと、ちらほらとね、打ち漏らしたというか、まぁ、あえてね、咲きながら、ホテルに行ったんで、敵をね、殲滅してなかったんで、この辺、あらかたぶっ殺しときました。出来上がったものがこちらになります。はい謎の3分クッキングノリですけど、なんであの番組さ3分クッキング名乗ってんだろうな。いやもうさ、未だにさ、なんか3分やってるんだったらいいんだけどさ、番組自体3分じゃねえし、料理自体も3分で終わるものじゃないしさ、もはや何が3分成分なのっていう風にすごく尋ねたくなるんですけど、まあその辺は置いときましょうか。はい、でまあはい、ここら辺もまあちょっと探索の邪魔になりそうだったんで、ぶっ殺しときました。基本的にまあナイフ中心で、まあところどころ早いやつとかはまあ弓矢でぶっ殺しました。でなんか部屋一つ一つとかそこら辺詳しくはね探索してないんで、まあなんか目についたところ、あの廊下とかなんか移動の妨げになるようなやつらはぶっ殺しときました。部屋とか探索とか一切してないです。でセーブ部屋に、続くあの女将の部屋、ここか、ここにいたゾンビ2匹も殺しときました。はい、でそうそう、まあ旅館の探索もまあもちろんやるんだけど、そう、旅館のさ周囲の探索とか他にやってなかったんで、ちょっとこっち側行ってみようかなっていう感じで、はい、右もね行けるし上も行けるんで、どっちから行くか、上から行くか。はい、こっちのね様子とか全然わかんないんで、はい、こっちはまあ、ああいけるね。ちょっと待って、右側は後ででいい、とりあえず上に上に進もう。はいはいはい、わちょっと早いな、こいつらはあれでいいや。あ、そうそうそう、みんな聞いて、すごいことね、知ったのよ。これさ、ガードレールあるじゃんこれね、障害物貫通すんだよこの弓矢だから、こうやってやるともう無双状態。たとえ木があろうがなんだろうが5マス以内、直進5マス以内だったら障害物があろうと弓は貫通しますね。これめちゃくちゃね、気づいた時ねいいなと思って、ちょっとこれミスなのか意図的なのか分かんないですけど、これがあることによってすごくね難易度がダウンしましたね。この発見はねかなりでかいと思う。でこっち側は、お、なんか重要そうなアイテム、ショットガンの弾を10発。ショットガン使ってみるか、そろそろ。いやでもね、熟練と関係ないからね。だからこういったアイテムってさ、まあ、確かにショットガン強いだろうけど、でもなんか、熟練度3に上がった弓矢の方が実は強いみたいな、なんかそういうのあるじゃん。極めたいんだよね、なんかね。浮気しないで。なんかここら辺俺の好きそうなシチュエーションに使えるな。ごめんなさい、なんでもないです。ごめんなさい、ちょっとニッチな俺のね、性癖の話はいいんで。またなんかそういったジャンルのゲームね、複数実況してんでそのうち上げると思いますけど、まあ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 、基本的にお外でっていうの好きなんで、右側行きましょう。こっちどう、お、嫌だっけ、とりあえず落ちてる。あとあれだね、右側だね、下に行ってからの右側、これでなんか拾えるもん拾ったら本格的に旅館の探索行きましょうか。これ下ないよね、ないねちょっとね、なんかやっぱ隅々まで見たくなっちゃう性分なんで、ごめんなさい。はい、さあ、あ、まあまあまあ、お前ならナイフでいい。早いやつは、まあ、弓矢で基本的に行くけども、こういうやつはまあナイフでいける、いける。ほい、よし、熟練度もまあ着々と上がってきてるんじゃないの。ちょ、まだ見てないんでわかんないんですけど、ここであれだね、弓矢の補充がちゃんとできたのはでかいね。ほい、よし、他いない、アイテムとかもないか。結構デカめのマップ作る割にはなんかそこまでめちゃくちゃ重要なアイテムが落ちてるっていうわけでもないんだよな。うん、まあ OK だね。はいはい、ないよね。そう、見えないアイテムでお金っていうのがあるからさ、よくわかんないんだけどさ、お金の大切さとか。いや現実だったらわかるんだけどさ、このゲームにおけるさお金の
その優先順位ってどうなのかなっていう。今いくらだ、45,000円。もしかさ、ゲームによっちゃさ、なんか弾薬罪防止のためにさ、なんか換金アイテムみたいなのとかあるから、もしかしたらこの先使う場面があるのやもしれぬ。はい、まあ、とりあえずセーブと熟練度の確認しに行きましょうか。結構ね、結構っていうか基本的にあの会ったゾンビ全員ぶっ殺してってんで、まあレベルもそう上がってきてんじゃないのかなっていう。レベル9か。うん、まあ RPG あるあるですけど進むにつれてね、やっぱ経験値の求められる量が増えるんで、まあそんな簡単に上がりはしないんだろうな。熟練度、まあ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 、あれだね、館探索しながら、館してね、旅館探索しながらって感じかな。はい、 あとこのモルヒネね、ここのタンスの中行ってました、ごめんなさい。ここの部屋だけちょっとね調べちゃった。であとね、なんかここがね、そう、耐火金庫、もしかしたら重要アイテムがあるのかもしれない。はい、ちょっと覚えとこう。俺の予想だとね、なんか武器が入ってると思う、強力な。この辺も探索しないでちょっと見ていこうか。なんかない？おら来た、喫茶室の鍵、喫茶室。他なんかない？こういうところもねちゃんと調べていかないと。まあまあまあ、ないか。じゃあもう一回セーブ鍵手に入れたの、もう一回セーブ。よし行こうか。まあ基本的に下から攻めていくんで、1階の探索から始めていこうか。左側行こう、左側。あ、でもさ、俺あれだ、マップ手に入れたか。ちょっと待って、喫茶室どこ？大食堂、調理室。大食堂さ、確か開いてなかったんだよね。ちょっと前回のおぼろげな記憶なんだけど、確か開いてなかった気がする。ってなると、大浴場、ちょっとぐるーっと行くか。ぐるーっと、ぐるーっと調べよっか。ここ上がると2階になる。よいしょ。ここ2階だと思うんだけどね、階段ちょっと上がってるし。上上がったら3階じゃないの。ここ101号室は上がんない。あ、ちなみにこの辺うろうろしてたゾンビもぶっ殺しておきました。よいしょ。さあ、え、何もいない、何もいないっていうのもなんか嫌だな、なんか嫌なんだけど、そこなんか、その不自然に開いた襖すげえ嫌だ。ショットガンの弾10発、ショットガンの弾結構手に入ってるよね。50発か。なんかゾンビが密集してるところとかあったらね。え、ないの、何もないの。え、本当に開いてるだけ。エンターキー押してるけど何も反応しないし、それはそれでなんか不気味なんだけどなんでここ開いてんだよ、不自然に。なんもねえのかよ。いや、なんかさ、敵がゾンビがわーって出てくるイベントでもあんのかなとかちょっと思ったんだけど、そういうわけでもなかったし。あ、ショットガンの弾すごいね。裏庭か、あ、裏庭ってやつ、これ特に何もなし。わー、池が血まみれになってる、血の色になってる。これは、いや、ちょっと待って、もう一周しよう。ぐるっと一周しよう、一旦こっち側から。よいしょ。さてさて、ちょっと反応が遅れたどうしよう、モルヒネ使う、早速モルヒネ使うか。まあ、全回復だからね、使っちゃおうか。はい、でやつらはさすがに弓矢で行こう。2体いたんだよな。で、このゲームさ、そのマップ移動しちゃうとさ、ちょ待って、ちょ待って、やばいな、これ。こいつらやばくね？こいつらやばくね？ちょっと待って、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 待って。ガチか。右側から攻めていくか。こっち側から。よいしょ。あれ、あー、もうちょい回り込むとか、あ、回り込むのか。ちょっと待って、なんもないか。男湯、なんでプレーンねえんだよなんでプレーンねえんだよ。かたくなに出さないよね、このゲームね。お、矢15本。なんかプレーン味に恨みでもあんの？
フレイヤの字に親でも殺されたんすか。洗面台だ。鏡面はただ暗く空虚な光だけを映している詩人だね。なんだその言い回し。警戒していこうな。早いやつは早いやついないね。よしよしよし。じゃあここはナイフの使いどころさん。おいや、おいしょ。でもすっかりなんだえ、お湯の上歩けんの。いいのそれ。特に意味ないのかこのワクワク。風呂のワクは特に意味ないのか。普通風呂の中入れないと思うんだけどね。まあまあまあ、よし。なんかあれだね、四つん這いだ。歩いてるって言わねえか。四つん這いのやつは基本的になんか2撃で殺せるから、他のゾンビと比べてもしかしたら HP がちょっと低いのかもしんないね。ん？サビ取り洗剤。やっぱ探してみるもんだね。いやさ、なんか、こんだけだだ広いね、いかにも入ってくださいっていう空間だったのにさ、何も収穫がないっていうのはおかしいなと思ってちょっと調べてみたんだけど、サビ取り洗剤。サビ取りを目的に作られた酸性の洗剤。はあ、効果は速攻性のようだ。でもなんか錆びてるアイテムあった？今んとこないよね。多分なんかどっかで使う場面があんのかな。クレ556的な、なんかそんな感じのものを手に入れた。鍵が壊れているようだが、ノブの取っ手がワイヤーで固く封印されている。無理。よくさ、なんか物理で突破するとことかあんじゃん。ダメか。まあワイヤーカッターだな。ここでワイヤーって出てくることは、ワイヤーカッターなるものがね、多分手に入ると思うんだ今後。ここら辺であいつ来たよね、あいつら。来たな。よし。こっちの方が戦いやすいね、やっぱね。戦うか。いや、ちょっと待って。一旦エリア移動しよう。一旦エリア移動してリセットしよう。こんだけ廊下長いから、倒せないこともない。ちょっとずつ、一体ずつ、あ、弓矢でぶっ殺していこう。もったいないことした。ちょっと、振り向きのね、あれが難しい。リードもないんですけど、やっぱね、やりやすいね。一体撃破。惜しい。これね、早いからね、振り向くのでね、パッてやめて。それが難しい。よし。こればっかりはね、ちょっとやっていただかないとね、難しさはね、伝わらないかもしんない。モルヒネ使おうか。よし。まあなんか、通行の邪魔になるってだけだったから、こいつ倒さなくていい敵なんだろうな、多分な。つうか、普通はシカトすんだろうね。普通にもうこっち側も探索しちゃったから、あそこを通らなきゃいけないっていう、なんか、必要性もないし、多分普通のプレイヤーはやつらをシカトすんだろうね。一旦セーブしに行こうか。はい、カットします。とりあえずまあ1階で手に入るものはね、多分手に入れたと思うんで、あらかた上行ってみるか。おい、さあこっからも完全初見なんで、弓矢のままになってんね。どうしよう、しばらく弓矢にしとくか。どうしよう。広い。広い。悩む。何で行こうか。何で行こうかってか、どっから行こうか迷う。おい。いいね。とりあえず通路にいるやつは殲滅しておきたい。お宿。なんて読むんだこれ。宮吉吉野家。旅館名言ってたっけ？吉野家。すげえ牛丼安そうな名前してんな。吉野家で合ってる？ごめん、なんか間違ってたら申し訳ない。あ、こいつはナイフでいける。よし、ほらね、やっぱね、そうなんだよ。そう、四つん這いのやつは逃げき決殺。わあ、ちょっと待って。ドアノブが壊れてる。工具とドアノブ。なるほど。ちょっと探索しようか。ヤゲット。なんもない。なんもないね。うん。
はいはいはい、ありがちなやつな。ありがちなやつな。よいしょよいしょ。基本的にあれだね、謎解きというかそういったものは簡単でいいね。ただ最初の学校にあった数字の謎解きがちょっと苦戦したけど、それ以外はあ、錆びた金庫の鍵、錆びた金庫の鍵、あれか、金庫来た。これはこれはあそこのでしょ。ちょっと一旦取りに行こう、一旦取りに行こう。なんだろう、武器かな多分ね。ストーリー的に必要なアイテムというよりは、なんだろう、あれなんだろうね、武器的なものだと思うんだけど、どう思う。でもショットガン手に入っちゃってるからね、これ以上なんか重火器の類は出てくるのかちょっとわかんないけど、とりあえず開けようじゃないの。あれ、え、これじゃないの。え、このゲームあれだよね、基本的に勝手に使ってくれるから。いや金庫だろうがよ、これよ、違うの、これとはまた別の金庫が存在すんの。いや俺完全にあれだと思ったんだけど違うんや。はあ、これはあれですね、ストーリー進行にちゃんと必要な方のアイテムですね。じゃあマジか、ちょっと当てが外れちゃった。まあまあまあ、いけるとこはまだまだあるんで、ちょっとそこら辺はあまり気負わず。よし、もうないよね、ここはもうない。とりあえず工具と取っ手だっけ、それを手に入れてからだね、こっちは。じゃあ上、嫌な音がする、後回し。後回し、タカラッ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 って音はさ、なんかさ、ちょっとね、あまりいい思い出がないから、ワンワンといい。連発で殺せるね、やっぱ。お、ここか。そういえばマップ全然見てなかった。おー、ここら辺のやつらは、あ、これ何、ドアノブが落ちている。あったよ、ドアノブが、でかした。そんな都合よく必要なものが出てくるか。お前ら程度だったらナイフで十分。こいつらは三撃決殺。よし、さあゆっくり見ていこう。5000円、どこで使うんや。お金どこで使うんや。何もない、こっからもお金取れんじゃない。おいおいおい、ここでしょ一番入ってんの、お金、お金、ここでしょ、金よこせよ。誰もいねえんだよ、もう今さら。今猫ばばした金額いくらくらいなんだろう。結構取ってるよ。蜂蜜、蜂蜜、蜂蜜、何に使うんや。スタミナを 100%、 そういうスタミナどう、 75。 まあ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 、使えそうな場所は多そうだし、この大きさならギリギリかさばらないか。お前の基準がよくわからん。小型消火器、え、ってことはさ、あれかな、火のあそことか行けるようになるのこれで、もしかして小型消火器。装備ではないんだよね。ちょっと試してみていい、これさ、もしかしてあの火のところが進めるようになる。いやこれだったらさ、またなんか外の探索がいろいろできるからさ、ちょっと試してきていい。はい、あ、まあ、結論から言うと火消せます、ただ今は消せないと。どういうことかっていうと、今火消す意味ないし、とりあえず旅館の探索をしようみたいなことを、ほおずき白夜さんに言われたので、こっちを優先します。まあ要するに次のステージに進むための、まあ必要なアイテムだったってことだね。今はとりあえずこっちを終えてからっていう、
一イベント終えてからあそこに行くっていう感じかな。はい。なのでまあ消火器で火消すっていうこと自体は合ってます。ただ今じゃないと、まだ時期が早いと。なんでおとなしくまあこっちのせ、探索をやっていきましょう。とりあえず消火器手に入れた、消火器手に入れたのってどこだっけ、ここ、こっちで、そうだよね、ここで消火器を入手した。じゃあ次上だね、順番に見てこう。よいしょ、カサッカサッと音しない？大丈夫？あ、まあまあお前ならいいや、お前ならいい。逃げき決殺スズメバチ、痛い、今の近づきすぎたね完全に。あ、まあ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 、201号室、鍵がね手に入ってないからここも開けらんないね。ここは、お、あ、来た、これ、ちょっと待って、大丈夫？うん。な、開くだけってなんもないのね。101号室、よし、グレネード弾、グレネード弾、マジ？それはいや確かにありがたいけど、まあでもラスボスとかでしょ使うとしたら。現状こんな雑魚どもに使う必要性、これレベル上がったんじゃない？ナイフ熟練度、ナイフ熟練度上がったんじゃない？これ直立のゾンビどもも逃げ必殺になった。なんかいる、ライターオイル、おし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 、あいつ生きてるよね、あいつ生きてない、ちょ待って待って待って、先にこっちな、先にこっちね、あいつ生きてるよね完全にね、お、生きてるか、あんた見ない顔だが外から来たのか、外はどうなってる、ここと大差ないわね、どこもかしこも化け物だらけよ、ところで何か食べ物持ってないか分けてくれたら礼をするぜ。あー、なんかチーズ味いっぱいあるからチーズ味あげるよ、じゃあどう、どうぞ、モルヒネ、あ、やったやった、バカじゃねえのお前、価値価値が、いや、まあ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 、人によって価値観違うからな。俺らにとっての、まあまあ、カロリーフレンドチョコ、チーズ味は、まあそんな、ね、大したものじゃないのかもしんないけど、奴にとっては、すごく重要なものなのかもしんない。あ、あれだよ、推しのグッズと一緒だよ。よくさ、皆さん、交換とかするでしょ？リアルでも、ツイッターでも。オタクの人を、オタクじゃない人にとっては何のこっちゃって思うかもしんないけど。な、自分の推しじゃないキャラのグッズ、これ、あんま人気ない、子だけど本当に価値あんのって思うかもしんないけど、でもまあその価値が見出せる人、推しの人がいればその価値はすごくわかるわけであって、我々にはね見出せない価値を見出してくれる人がいるっていうことは、この世にねそういった存在がいるってことをちゃんと頭に入れて、はい、そんな深い実況プレイにしていきたいですね。何言ってんでしょう。あ、ここに着くのか、なるほど。いやさ、俺もさそういう経験あるからさ、うん、例えば俺ごちうさだとさ、モカネとかココアが好きなんだけどさ、やたらとなんかね、チノちゃんのね、ブラインドのグッズとか買うとき、チノちゃんをね引くっていう謎の現象があるんだけど、まあでもそれもさ人にとっちゃすごく羨ましいと思うけど、俺にとってはまあチノちゃんそんなに優先度高いものでは、まあまあもちろん好きなんだけどね、うん、だからよくちのちゃんってね、グッズの相場がね、基本的に高いんだけど、まあ俺にとっては、そんなに価値はないと。だからよくあれですね、レートが、レート帯が高いんで、ちのちゃんはすごくありがたいですね。グッズ交換の時とか。人気キャラのグッズを持ってるとさ、例えば自分がその人気キャラを好きじゃなかった時の場合、すごくね、価値のあるっていうかね、ありがたいものになるんだよね。レート帯が高いから基本的に何とでも交換してくれるっていう。これに関しては本当にオタクの方じゃないと分かんないと思うけど。はい。で、こいつらな、多分ナイフは熟練度上がったと思うから、弓で。こいつをぶっ殺したい。
旦リセットして、よし、お、あ、いいね、第2の拠点、ありがたい、バニラ味、よし、なんかない、こういう拠点にもね、実はなんかあったりとか。お、来た、ドライバー、あれ待って、ドライバー何使うんだっけ、あれなんかドライ工具と、工具っていうからネジを締めたり緩めたり、これネジ必要じゃない、必要じゃないんだったらこれドアノブドライバーで取り付けてあそこの部屋開けられるんじゃねって思ったんだけど、ネジ必要かな、どうなんだろう、あ、嫌な音、嫌な音嫌な音、なんだろう、認識範囲広くね、あいつ、ちょっと待って、いった、男子トイレが広すぎる件について、あ、来た、ここでマップ入手か、まあ見てもしょうがないんだけどね、そういえば3階まだ上がってないね、はいはいはい、何見てんの俺そうそう、気づくまでの時間も普通に遅い、これですね、はい、何を納得してたの、なんか調理実習室とかあるからさ、え、何なのここ、なんかそういうな教室みたいなやってんのかなみたいな、お料理教室みたいなのやってんのかなこの旅館みたいな感じのことをのんきに思ってたんですけど、はいはい、ごめんなさい、今ここだね、男子トイレ、ここぐるっと一周できるから、あのパカラ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 とは言ってないけど、あのカサカサカサってやつ倒せんじゃね、一周できるんだったら、まあ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 、倒せなくはないんじゃない？お前、いつになったら匂い催すんだよ、女野郎は。ちょっと邪魔だね。よし。いいね、ここぐるっと一周できるのめっちゃいいわ、まるであいつを倒すためだけに作られたかのような行動をしてるけど、入ります、あいつ絶対動くぞあいつ絶対動くぞ、っていうかあれだからね、あの経験があるからね、俺にはこいつ一撃じゃない、レベル上がってんだったら、いくよ、はっ、あ、ダメだ、え、上がってない、ちょっと待って、よくわからないな、こいつちょっとさ、ダメか、ちょっと待ってね、一旦弓はぶち込んでみる、俺やっぱな、そういうことなんだよ、赤黒い液体の底に何か沈んでいるようだが、素手で触るのはためらわれる、まあ確かにな、ゴム手袋的なものを持ってこいってことか、これで多分2回一周したんじゃない？どう？どうすか？うん、多分一周したね。はいはい。ところどころなんか必要になってくるものも判明したし。あ、そうだそうだ。ちょっとあの、取っ手付け合ってみようぜ。ネジ必要とか言われそうな気がするけど。どう？いける？オッケー。ネジは付属品だったと。なんかない？ちょっと邪魔だね、一旦殺すか、よいしょ、さあもうなんか手慣れてきましたね、こういうのも、ほい、よし、なんかない、あれ、なんもない、鍵がかかってる、あー、これか、きたー、グレラン来たー、ん？何？折りたたまれたはしご。はしごね。よし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 。とりあえず場所だけ覚えとけば、他は何もない。何もないね。よし。来たー。グレラン来たー。これは本当にあの、ボス専用に取っとこうな。重火器は、基本的にボス戦に取っておく、
セーブ部屋どこだったっけ。あれちょっと待って待って待って、第2のセーブ部屋どこだったっけ、覚えてないんだけど。ここ、あ、ここじゃない、あれどこだっけ、ちょっと待って、ちゃんと覚えよ、ちゃんと覚えよ、あのいちいち1階に戻るの めんどくさいから、ちゃんと覚えよ。お前大丈夫なの。あー、どういたしまして、大切に食べろよ。いかにチーズ味といえどカロリーメイトだからな、カロリーメイトのありがたみをちゃんと分かってほしい。よし、まあそうだね、時間的にはどうなんだろう、よいしょ、まあちょっと早いか、ちょっと早いね、もうちょっとやろうか、もうちょっとだけセーブしたよね、セーブしたよね。ちょっと待って、家に鍵かけたかどうかをちゃんと確認していない主婦みたいなこと言い出したけど、やばいな、俺もちょっとなんか認知症予備軍になってるのかもしれない、若年性認知症、なんか一概にバカにできないよな、なんかそういう病とか実際あるからさ。ちょっと待って、確認しようぜ、使ってないのが、あ、101号室の鍵使ってねえわ、ちょっと待って、101号室行こう、3階上がる前に一旦ちょっとこの101号室の鍵を使おう。そうだそうだ、それ使ってねえわ。こっちから、あ、違う、待って、こっちが食堂だっけ、だからこっちだ、ここだね、はい、いますね、だらけ切ってますね。客室だからだらけ切った状態で殺されたみたいな、そういう裏設定があったりいなかったり、すごくつろいでたんだろうな。5000円、また5000円玉が落ちてたよ。なんだこれは、ゴム手袋来た。来た、求めてたものが来た。すげえ、なんかトントン拍子にことが進んで怖いんだけど、ありがてえ、これで女子トイレ探索がはかどりますね。何も間違ったこと言っちゃいないよ俺は、ぬわーに間違ったこと言ってないからね。さあ何が落ちてる、おい、301号室、まあ、完全に3階行けって感じだな。よいしょ、あれ、ん、ここセーブ部屋だったよね、あれ、あ、紛らわし。紛らわし、殲滅するか、ちょ、ここ探索してなかったちゃんと。チーズ味、どんだけチーズ味好きなんだよ。どうでもいいけど俺この空間好き、このなんかよく旅館とかホテルとかでもさ、なんか窓際のさ、なんかよくわかんないスペースあるじゃん。ここ何なんだよみたいなさ、なんか。あのスペース好きなんだよな俺、わかる人いると思うけど。よし、熟練度どう、よし、来た、来ましたね、弓はまだか、まあ、そのうち上がるでしょう。はい、ということで、とりあえず今回はここで終わりたいと思います。まあ、結構順調ですね。今んところ全然詰まる成分ないんで、まあ、このまま行けばサクサクっと旅館も、何しに来たんだっけ、あ、それ人探しか、はい。なんだっけ、デブの、甥っ子孫、ちょっとよく覚えてないけど、はい。とりあえずそいつを見つけ出さないとね。はい。お疲れ。